あなたが今行っているダイエットは痩せにくい体作りになっていませんか？食事からビューティーベルラスダイエット、松田理恵です。皆さんこんにちは。今回の動画では人生最後のダイエットにしたい方へ、痩せるだけから痩せたままへ、食事のコツ6選をお伝えしていきます。ダイエットの永遠の課題、それはリバウンド。リバウンドさえしなければまた辛いダイエットを繰り返す必要っていうのがなくなりますよね。でもそんな方法なんてないのではと思っている方がほとんどではないでしょうか。皆さんもこんな風に悩んでいませんか？ダイエットを始めても長続きしないとか、結果が出たらやめて、やめた途端にリバウンドするとか、運動も食事制限もサプリも飲んでやらなきゃいけないことがね、たくさんありすぎて正直疲れたということで、今日の動画を最後まで見ることで、リバウンドしないためのまず体のメカニズムっていうのを抑える、でリバウンドの3大原因と対策を抑える、で痩せるだけから痩せたまま、食事のコツ6選、これが今日のメインテーマですね。これらがわかります。それでは今日のテーマいきましょう。まずはじめにリバウンドしてしまう大きな3つの原因についてお伝えをしていきます。でリバウンドする3大原因の1つっていうのが短期間で痩せる。こう皆さんもよっしゃもう本気で痩せようってね思った時、こんなハードな目標を立てたことがあるのではないでしょうか。それは毎日1時間走る、そして1日2食で炭水化物は食べないなど、いかがでしょうか。痩せるための無理な運動と食事制限の組み合わせで急激に体重を落とすと、もちろん体重は減りますよね。嬉しい、うん、でもそんな気持ちに浸れるのはほんのひとときで、多くの場合がこう一過性のもので、体重が減ったからといって元の生活に戻すと簡単に体重も戻って、さらに単に体重が戻るっていうだけじゃなくって、減った体重のほとんどは脂肪ではなく筋肉や骨など必要な部分のため、こう痩せにくく太りやすい体になってしまう。それだけならねまだしもなんですよ。リバウンドを繰り返すために PMS、 頭痛、肩こり、腰痛、貧血、便秘、あと肌荒れとか自律神経失調、こうイライラとかね、なんかこうメンタルがちょっと不安定になるとか、こういったいわゆる慢性的なプチ不調を抱えてしまうケースも本当に多いんですね。皆さんはいかがでしょうか。短期で痩せてリバウンドしても漏れなくプチ不調もセットでついてきている場合は要注意。短期間で痩せる思考を捨てるタイミングです。私も1年かけて健康的に食べながら12キロ痩せて、今痩せたままをキープできています。ではリバウンドする3大原因の2つ目ですね。食べないで痩せる。先ほどお伝えしましたが、食べなければ確かに一時的に体重は減ります。でも体重が減って食べる量を増やした途端元に戻っていきますよね。これがいわゆるリバウンドの典型例。そして食べないダイエットしていると栄養が足りず、漏れなく筋肉や血液が作れないので、こう代謝までが落ちてしまうんですね。で代謝が落ちると消費されるエネルギーが少なくなるので、さらにリバウンドしやすくなりますよね。また脂肪を燃焼するにも代謝を巡らせていくにも、食べ物からの栄養が必要。さらに栄養が足りてないと、リバウンドしやすいだけじゃなくって、こう熱を作り出すための栄養素や内臓を正しくね機能させるための栄養素っていうのも不足しちゃうので、やっぱ燃費がね悪い体になっていっちゃうんですよね。ここで、あなたにねちょっと問いかけてみてください。あなたが今行っているダイエットは痩せにくい体作りになっていませんか？ではリバウンドする3大原因の3つ目です。ホメオスタシス、恒常性の働きですね。わお、いきなり専門用語のようなね、聞き慣れない言葉が出てきたと思いますが、これは誰にでもね、標準装備されている体の働き。で体はこう変化に対してこう常に一定の状態を保とうとします。例えば体温調節するためにも、こう暑い時に汗かいてこう熱を発散する。で体内の水分量が足りないと、これ以上減らないように保とうとしてこう水分を溜め込む、いわゆるむくみですね。あと怪我した時にも血が出てね傷口が塞がるとか、このような反応も全てホメオスタシス、恒常性のね影響なんですね。
では、このホメオスタシスがダイエットにはどのように関係するかっていうと、一気に体重を落とすことで体っていうのは危機を感じるんですね。このまま体重が落ち続けると体が飢餓状態になって危険だっていうふうにして、こう体を守ろうとしてエネルギーとなる脂肪を溜め込むようになっちゃったりだとか、あと逆にエネルギーをたくさん使う筋肉を減らそうとしたりするんですね。そしてどん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 痩せにくく太りやすい体になっていってしまう。ホメオスタシス、この甲状腺の働きに対する対策はもう極端に食事を減らさない、ここにつきます。で、食事を減らして体重を落とすのは体の現状維持作用、ホメオスタシスから考えても体のメカニズムに反抗したダイエットっていうこと、いっそリバウンドしやすい体になっちゃうんですね。ではリバウンドする3大原因、体のメカニズムの観点から見ていただいて分かることは、リバウンドする原因ってやっぱり結果を急ぐあまり数字、体重ねにしかこう着目せずに脂肪を燃やせる体作りができていないということ、これがね、皆さん気づかれたんじゃないかなって思います。はい、ではリバウンドする3大原因覚えていますか？一旦まとめましょうか。リバウンドする3大原因は1、短期間で痩せる、2、食べないで痩せる、3、ホメオスタシス、甲状腺の働きでしたね。ではここからが本題、次にリバウンドを食事で防ぐ方法について詳しく一緒にね見ていきましょう。痩せるだけから痩せたままの食事のコツ6選です。まず1つ目、3食でタンパク質摂る。筋肉量が多いほどもちろん基礎代謝っていうのは上がりやすいので太りにくくなるので、筋肉量を維持することって大切となってくると、筋肉の材料となるタンパク質、3食の食事でしっかり補給していきたい栄養素になりますよね。で、タンパク質が不足すると、体内に溜めてあるタンパク質が使われますが、主に筋肉から使われていくので、結果筋肉が減って代謝が落ちていってしまいます。なのでまず肉、魚、卵、大豆製品などタンパク質を中心に3食の献立を組み立ててみてください。これだけで一歩痩せたままでいられる自分に近づきます。では痩せたままでいるための食事のコツの2つ目です。糖や油もしっかり摂る。世の中のダイエットのイメージとしては炭水化物、糖質や油、脂質は悪だと思われがちですが、摂取量っていうよりもまずね、そこで質っていうのを大切にしてみてほしいんですね。で、どういうことかっていうと、炭水化物、糖質や油、脂質がもうダメではなくって、どんな食材、どんな食品からそれらを摂るのかっていうのが重要なんですね。で、私は糖質はこうしっかりとっております。ただし肝心な摂り方をお伝えすると、小麦粉製品ではなくお米を中心に摂るようにしています。結構ね、おにぎり大好きなんですよ。お米って小麦に比べて糖質の吸収がこうゆっくりで、しかもご飯はお米と水のみのシンプルなものでできていますよね。なので血糖値の上昇も遅い、だから脂肪になりにくい上、食物繊維っていうのも豊富なので便秘予防にも効果的で、私のようにすぐね便がねコロコロになっちゃう方はやっぱお米抜きっていうのはまずそもそもおすすめできませんね。で、一方同じ糖質でも避けたいのは砂糖が入っているもの、吸収が早くね血糖値が上がりやすいので避けたい糖質になります。もう12キロ痩せてから私5、6年ぐらい経っているんですけど、その当時からね我が家になくなった存在っていうのが実はございましてですね、それがねすごく仲良しだったんですけれども、そう、もうね佐藤さんですね。で、最初はやっぱ砂糖がねなくって、料理できるのかなっていうふうに思っていたんですけれども、全然問題ないです。本みりんですね、これさえあればもう大体美味しく作れることにね気づきました。そして油に関しても、油ってカロリー高いんですけれども、その分体を温める力が強かったりだとか、さらにこう細胞を作るためにもね必要な成分、アマニ油などのこう質がいい、そして不足しがちなオメガ3が入っているオイルを意識的に選んでみてください。私はね結構こういう個包装になっているものが最近好きで、アマニ油ですね、こういうのを結構サラダとかにかけたりしています。で、逆に気をつけたいのがマーガリンや揚げ物の酸化した油ですね。で、酸化したものを摂るとこう自分の細胞がですね酸化してしまう可能性があるんですね。なので砂糖だけじゃなくって、実はね我が家にはマーガリンっていうのもねないんですよ。はい、では痩せたままでいるための食事の3つ目です。カロリーだけに着目しない。
摂取カロリーより消費カロリーが多ければね、まあ、体重は落ちていくかもしれませんが、まあ、そればかり本当気にしていると体を作るための栄養素が不足してしまっている場合というのは非常に多いです。で、カロリーはさっきからお伝えしているタンパク質、脂質、炭水化物、糖質ですねにしか含まれません。この3つにしか含まれません。でも筋肉を作るためにもタンパク質や糖質が必要だったり、まあ、筋肉だけじゃなくて内臓、血液、皮膚、体のありとあらゆる部分にタンパク質が必要だったり、そして素早くエネルギー源になってくれるのが糖質であったり、こう細胞の原料になったりとか、美やアンチエイジングのために大切なのが脂質であったりだとか、まあ、三大栄養素は体を作るため、快適に生きていくために本当に必要不可欠なんですね。なのでここが分かっていないと、闇雲にカロリー制限だけにこう着目してしまってこうリバウンド前提、さらには太りやすい体作り、不健康になりやすい、はい、でも痩せたままでいるための食事のコツ4つ目です。朝食を必ず食べる。ダイエットするときは摂取カロリーを抑えるために朝食を抜くとか、朝はなんだかねこう慌ただしくって朝食食べる時間がない、そんな方も多いですよね。で、痩せられなかった頃の私もそうだったんですけれども、でも朝食を取ることで体温が上がって、その上昇に合わせて血流も良くなるので、エネルギー代謝のスイッチがオンですねとなって代謝がアップします。で、朝からしっかり食べることで、まあ、1日の、ね、代謝が上がって太りにくく痩せにくい体作りに役立ちます。じゃあ朝何食べたらいいのって方は、最近公開したねこの朝食ルーティーンやり続けることで勝手に痩せる、朝食ダイエット8つのコツっていうこちらの動画でも詳しくお伝えしておりますので、気になる方概要欄からチェックしてみてください。で、ちなみに朝食を抜くと、まあ、脳が覚醒できずに思考力も上がらないので、まあ、1日のパフォーマンスっていうのも下がりやすいですね。で、仕事や家事など何するにもエンジンかかりにくい状態になっちゃう。また昼食時に血糖値がこう上がりやすくなって太る原因になるだけじゃなくって、もうホルモンさえこううまく作ることができないので、こう精神的に不安定になりやすかったりだとか、あと必要以上にすごい疲れやすかったりだとか、まあ、さらにはですね、食欲のコントロールがうまくいかず、こうお菓子にこうついついね手がこう伸びちゃったりだとか、夕食にぐわーってね食べ過ぎちゃうっていうことにつながりやすい。で、朝ごはんって、まあ、代謝アップだけじゃなくって、やっぱり私たちがハッピーにね過ごすための源にもなるので、痩せたままでいられない方はまずね朝ごはん見直してみてください。では痩せたままでいるための食事のコツ5つ目です。5色ですね。赤、黄、緑、黒、白、これカラフルを意識するです。皆さん気づいたら食卓は茶色やカラーがないメニューになっていませんか？食事ってねカラフルであればあるほど栄養が整いやすいとも言われています。で、忙しいとどうしても糖質であったりだとか、あと好きなものにね偏りがちで、偏りに気づいたらまず食事5食、揃えることを目標にしてみてください。で、すると、まあ、様々な食材を取れるので、難しいこと本当に考えなくても、簡単に栄養バランスが良く、食べたものがエネルギーと使われやすい献立になります。そして、まあ、美味しいって感じるのは、こう味覚よりも視覚による影響が大きいって言いますよね。外食に行ってもこう美味しそうに感じるメニューってやっぱりカラフル。なんと知覚の割合は視覚が 84%、で味覚からたったの数パーセントだそうです。なので私はこうスーパーに行くと買い物カゴの中に5色、揃っているか確認しながらね買い物をしています。具体的に言うと赤だとトマト、人参、キムチとか、あとマグロとかエビとか赤身肉とかですね。で、黄色、まあ、オレンジですね。だったら卵とか、あとパプリカ、ズッキーニ、かぼちゃとかレモンとかですね。で、緑だとピーマン、オクラ、インゲン、スナック、エンドウなどです。で、黒だと、まあ、茶色とか紫でもいいですね。あとまず肉ですね。あとキノコ、海藻、穀米、雑穀、ナス、納豆、かつお節とか。で、白だともやし、玉ねぎ、大根、ニンニク、豆腐、ヨーグルト、白身魚とか、あと貝類とか米とかもそうですよね。まあ、こんな感じです。で、皆さん普段食べている食材は今の中に入っていましたか？まあ、さらにね、視覚からの効果としてやっぱ気分が上がるように、こうランチョンマットだったり、ちょっとね、かわいい箸置きを使ったりとかですね。こういった感じでやっぱ色味がね、増えるとさらにね、食事に対する満足度を上げられる効果ってあるのもおすすめです。では最後、痩せたままでいるための食事のコツ6つ目です。
間食を上手に取り入れるです。で私は痩せたままなんですけれども、実はね、間食ほぼ毎日食べておりましてですね、昨日の夕食食べてからも間食をしていました。で間食ってお菓子っていうイメージ強いと思うんですけども、でも私の中で間食の捉え方が補食なんですね。補食と考えると、まあ、栄養取れるものを意識していきますよね。食事の栄養バランスが整ってくると、まあ、間食も自然とね減っていく傾向にあると思うんですけれども、間食はその日の食事でちょっと足りていないなっていう栄養素を取るイメージで食べられると、より一層ダイエットの効果っていうのも上がりやすくなります。補食になりやすいものは例えばナッツだったり、あとチーズだったり、プレーンヨーグルト、砂糖入ってないですね。あとは食べる小魚、イオンで買ったんですけど、これ私ちょっと苦手かも。小魚だけで大きい、大きいのちょっと苦いんですよね。細かいやつはちょっと苦味が少ない気がするので、そうめちゃくちゃ細かいものの方が好きです。なので選ぶときはね、一番ちっちゃいものを買ってますね、いつも。で昨日の夕食食べた後何食べてたかっていうと、これジップロックに入ってる焼き海苔、これをキッチンバサミでちょきちょき切りながらね食べてました。息子もね旦那さんも一緒に食べてました。昨日海苔を3人で海苔食べるって、はい。で痩せるだけから痩せたままでいる食事のコツ6選は、1、3食でタンパク質を摂る、2、糖や油もしっかり摂る、3、カロリーだけに着目しない、4、朝食必ず食べる、5食ですね。でカラフルを意識する、6、間食を上手に取り入れるでしたね。ちなみに私が12キロ痩せてきた経験、保健師ダイエット講師として食事指導してきた経験を通して、栄養学、体のメカニズム、楽しく続けるマインド、こういったものをもっと深く知りたいなっていう方のために、公式 LINE や無料オンライン講座の方でも発信しております。現在ね、1万人以上の方がそれぞれフォローしてくださっているようなので、もし気になる方は今ね、無料冊子やベルラスダイエット3ステップ動画っていうのもプレゼント中ですので、ぜひそちらもフォローしてみてください。では本日の動画いかがでしたか？最後まで見ていただきましてありがとうございました。本当にありがとうございます。ダイエット成功まではこうお菓子は絶対食べないとかね、運動毎日必ずやる、どんなに眠たくても半身浴してから寝る、こういった無理な目標を立ててしまうと、どれかね一つでもできないだけでもう全てがダメな気がしてしまって、やっぱクリアできない日があるとダイエット自体をねやめてしまうっていうパターンがめちゃくちゃ多い。できたこともたくさんあるはずなのに、できなかったことを一つを気にしてしまって、その瞬間からどうでもよくなってこうやけ食いなどしちゃったりで、あっという間にリバウンド回答まっしぐら。なので完璧主義になりすぎないということもめちゃめちゃ大事。そして人生最後のダイエットにしていくためには、今日お伝えしたように、日頃の食事行動が自分の体にどういうふうに影響しているのか、自分の体の仕組みを体感としてやっぱ理解できるようになることが、痩せたままの私になれる近道なので、これからもねぜひ一緒に学んで一つずつ取り組んで、ぜひ体感としてね納得していただけると嬉しいです。この動画参考になったと思ったら、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。私は今毎日動画を更新しておりますので、また何事ももしなければ起こらなければ明日も、はい、更新できると思います。ではまた明日の動画でお会いしましょう。食事からビューティー、松田理恵でした。じゃあね、バイバーイ。